はい、さっきと言います。よろしくお願いいたします。今日はですね、今ジャニーズで何が起こっているのかっていう内容でお話しできればと思っております。最近ですね、タッキーの退所とかキンプリメンバーの脱退っていう感じでジャニーズ事務所の話題が立て続けにありまして、ジャニーズもう崩壊するんじゃないのっていうような記事なんかも見かけるようになりましたし、実際の音楽界隈の事務所の人とかから話を聞きますとですね、実際だいぶやばいみたいですね。で、結局最近のそのジャニーズの何がやばいのかと今回話題になってますですね、そのタッキーの退所だったりとか、キンプリの脱退っていうのもその業界内で、近くでそのジャニーズ事務所を見てきたような人たちからすると、びっくりというよりは、やっぱりそうなっちゃったかっていう、感じだったみたいです。偶然ではなく必然ですね。そのジャニーズの現状が表面化した出来事に過ぎないと。そしてですね、これはやっぱりスマップの解散騒動からつながっていることのようです。ということで今日はですね、スマップの解散騒動、タッキーの退社、キンプリの脱退っていうのが、どのように関係していて、これらのその出来事がなぜジャニーズの崩壊を表しているのかっていうのを解説できればなと思っております。はい、まずやっぱりジャニーズにとって一番大きな出来事としてはそのやっぱりスマップの解散騒動だと思っております。そもそもそのなんで人気絶頂だったスマップが、突然ああいうことになったのかと、これはまあ非常に大事なところですので、おさらいをしておきますとですね、原因になったのが、スマップのマネージャーをしていた飯島さんっていう方です。スマップの解散騒動があったのが2016年で、その時ジャニーズさんの年齢が84歳とかで、ジャニーさんは主にそのアイドルの発掘とか育成、プロデュースに力を入れてて、でジャニーさんのお姉さんの、メリーさんという方が、経営全般を担当しているみたいな役割 で、その時メリーさんが88歳とかで、さすがに2人とも年齢も年齢ですし、自分たちがいなくなった後のことを決めないといけない時期だったわけですね。で、メリーさんは、自分の長女のですね、ジュリーさんという人を後継にして、で、社長を任せたかったわけです。なので、ジュリーさんを社長にして、そのスマップのマネージャーの飯島さんが片腕みたいな形で支えてくれれば安泰だなと、それぐらいに思っていたそうなんですけど、ただですね、これには一つ問題があったんですね。その問題っていうのが何かって言いますと、それは、ジュリーさんに比べてですね、飯島さんの方があまりにも優秀すぎたんですね。で、まずこの飯島さんっていう人のこの何がすごかったのかって言いますと、やっぱりそもそも全く売れてなかったスマップをですね、その当時多分まだ入社したばかりだったと思うんですけど、その事務の仕事か何かをしてた飯島さんが自分にスマップを任せてくださいっていうことで、自ら名乗り出てですね、でスマップのマネージャーになって、でそこから、もう皆さんご存知のように、国民的なスターにまで押し上げたわけです。で具体的に言うとですね、それまでのアイドルって、グループで押すとか、せいぜいその中の一人が、スターとして押されるみたいなぐらいなのが、一般的だったんですけど、スマップはそうじゃなくて、グループとしてだけではなくて、そのメンバー全員の、個々のキャラを押すっていう、そんなアイドルってそれまではなかったわけです。でそのために、歌とは全く関係ないバラエティ番組に出したりとか、ドラマにも出したりとか、それまでのアイドルって言えば基本はやっぱり歌だけだったわけですけど、それを歌以外にも活躍の場を広げていったんですね。でこれの何がすごいのかって言いますと、これによってその他人活躍の場を広げるっていうことなんで、それすなわち仕事を増やすっていうことにもつながりますし、さらに結果としてはですね、この活躍できる期間の寿命を伸ばすことができたんですね。それまでアイドルって言ったらもう10代20代がピークだったわけですけど、それによって40歳を超えても第一線で活躍できるようなアイドルを作ったんですね。つまりその長い期間にわたって稼ぎ続けられるようになったと。もうこのアイドルビジネスのその枠を根本から変えたわけです。なのでその後の TOKIO だったり V6 だったりも嵐とかっていうのも、言ってしまえば全部このスマップの手法をそのまま使い回してるだけなので、つまりその飯島さんっていう人がジャニーズのヒットのフォーマットを作ったと言っても過言ではないんですね。実際スマップが売れるまでは一時そのアイドルブーム自体が下火になっていた中でのスマップの成功だったんで、ジャニーズ事務所にとってはとてつもなく大きなきっかけになって、でこれに関してはジャニーさんもメリーさんも飯島さんのことをもう事務所の恩人って言って信頼しきっていたぐらいです。でそういった手腕はもちろんですね、そのジャニーさんからだけじゃなくて、タレントさんとかメディア関係者の方からの信頼とか、あらゆる面を含めてジュリーさんよりも飯島さんの方が明らかに勝っていたわけです。これがですね、最初は信頼をしていたメリーさんもですね、逆に
だんだん心配になってくるわけですね。裏切られたらどうしようっていうことです。まあ戦国時代でもね、よくあるじゃないですか。まああまりにも優秀なナンバー2、ナンバー3がいると、それがたとえ国を救った功労者であったとしても、いつか裏切るんじゃないかっていう疑心暗鬼が生まれて、結果、なんか追い出しちゃったりとか、最悪は切っちゃうみたいな、ことになると。まあこれと全く同じ状況なわけですね。で、しかもそんな空気感を嗅ぎつけた、まあ週刊誌とかも、まあ面白おかしく書くわけですね。なんかもう派閥で分断されてるとか、社長を継ぐのは飯島さんかみたいなこと言って、でそれでまあそんな疑心暗鬼がまあ事務所内全体に広がっていって、で最終的にはまあその長女のジュリーさんが担当するタレントと飯島さんが担当するタレントは共演 NG になっちゃうぐらいバチバチな感じになってしまっていたとも聞きます。で結果、メリーさんがまあ自分たちがいなくなる前に飯島さんを追い出したと。でまあスマップからすると、まあ、飯島さんというのは育ての親っていう感覚でしょうから、まあ、飯島さんが出ていくっていうことならってことで、まあ、スマップもああいうことになってしまったと。でちなみにこれジャニーさんは止められなかったのかっていう話なんですけど、ジャニーさんはまあ完全に飯島さんを信頼しきってて、まあ、別会社の社長みたいなことをさせたりとか、まあ、大きな仕事を任せていたようで、まあ、むしろそれが逆に、メリーさんだったりジュリーさんからすると心配の種になっていたようですし、まあ、ジャニーさんとの関係も、まあ、実際その2人 も悪くなっていたようなんで、まあ、そのあたりを詰められるとジャニーさんとしてもなんかあまり強くは反対はできなかったみたいです。なので、まあ、やっぱりその一番大きかったのはその事務所の立役者のですね、まあ、飯島さんとスマップよりも、まあ、その疑心暗鬼と、まあ、変なプライドみたいなことを優先して追い出しちゃったっていうところなのかなと。まあ、そもそもスマップがいなくなっても問題ないって判断しちゃった時点で、まあ、だいぶやばいですよねっていう感じですよね。で、まあ、その後、ジャニーさんが亡くなってでジュリーさんがまあ社長になって、まあ、ジャニーズさんが主にやってた、若手の育成部分を、まあ、任されたのがタッキーですね。まあ、この辺はまあ本人にしかわからないところがあると思うんですけど、まあ、聞いた話によりますと、もともとタッキーがやりたかったのはそのジュニアで、まだ売れてないけどちょっと年齢もいっちゃってるアイドル、まあ、25歳ぐらいになっちゃってるとか、まあ、そのアイドルとしてはそろそろデビューしておかないとっていう、まあ、年頃のアイドルをデビューさせることがタッキーとしては、まあ、一番やりたかったことみたいでして、まあ、具体的にはスノーマンっていう、まあ、アイドルと、あとストーンズとトラビスジャパンっていう3組です。で、スノーマンとストーンズは、まあ、2020年に、まあ、同時デビューみたいなことをやって、でトラビスジャパンというグループはつい先日ですね、10月の末ぐらいにデビューできたので、なのでその時点でタッキーとしてはまあやりきったっていうことだったようです。で実際タッキーはその月の10月31日にまあ退所していると、まあ、なので、まあ、突然追い出されたみたいなことよりは、まあ、最初からそのつもりだったんじゃないかなぐらいの感覚とまあ言われておりますね。でじゃあそのキンプリは何なのかって言いますと、そのキンプリはタッキーが直接育てたグループではないんで、まあ一見するとまあそれぞれの対象は無関係なようにも見えるんですけど、実際は深く関係していて、どういうことかって言いますと、キンプリってとにかくジャニーさんのお気に入りだったようで、結果としてはジャニーさんが最後に手掛けたグループになるわけですけど、特に平野くんっていう、まあ、多分一番売れてる子だと思うんですけど、ちょうど今のクロサギっていうドラマの主役やってる人ですね。でこの平野くんってオーディションとかではなくてジャニーさんが直接スカウトしたんですよね。ジャニーさんがたまたま行ったダンス教室で見かけて、でもうその場でスカウトしたそうなんで、まあ、大抵ジャニーズってほとんどがそのオーディションで入る人がほとんどなんで、その直でジャニーさんがスカウトって珍しいことだと思うんで、ジャニーさんから見てよほど光るものがあったんじゃないかなと思います。まあ、そんなこともあってキンプリっていうのはまあジャニーさんのまあ、肝入りだったようで、ただですね、まあ、だからこそその、まあ、残されたメリーさんとかジュリーさんからすると、まあ、逆に面白くないというか、そのジャニーさんの、まあ、晩年はもうなんかその2人との関係もまあだいぶ悪かったようですんで、まあ、そのジャニーさんの肝入りだったキンプリに対して、ジャニーさんが亡くなった後に、まあ、何かとちょっと冷たい対応をしていたというふうに言われてますね。で、まあ、実際そのキンプリってで、まあ、今から言うと一世代前から売れてたイメージだと思うんですけど、まあ、その割には冠番組を持ってたのって今年からなんですよね。ジャニーズだったら何ならもうデビュー前から冠番組持てたりもしますんで、そういう意味ではまあ異例の遅さとも言えるわけです。それだけ事務所としては力を入れてこなかったっていうことですね。あとはまあさっきのその平野くんっていう子が、まあ、ドラマとか、まあ、映画とかの主役で出てるわけですけど、普通ジャニーズの場合ってそこにバーターをつけるのが当たり前なんですね。つまりその
主役の平野くんだけじゃなくてジュニアの誰々と誰々も一緒に、まあ、押し出して出演させるとかっていう手法ですね。でこれはもう視聴者からしたらただうざいだけなんですけど、事務所の戦略としては当たり前で、まあ、やることなわけです。けどそんなバーターを平野くんが主演の時はつけなかったりとか、でこれが何を意味するのかって言いますと、まあ、つまり事務所としては別にこの子に力入れてませんよっていう意味だったりとか、あとは平野くんからしたら、まあ、普通はつけられるバーターが自分にはつけられなかったっていうことで、まあ、なんか孤立してる感じとか、まあ、相手にされてない感覚になると、まあ、そういうその、まあ、簡単に言えば意地悪ですよね。キンプリに対する、まあ、そういった事務所の対応っていうのは、まあ、業界内では有名な話だったみたいで、で、まあ、そんな中で、まあ、なんとかいろいろかばってたのがタッキーだったようです。まあ、直接担当ではないんで、まあ、どこまで入れていたのかは分かんないんですけど、まあ、タッキーさんは、まあ、そのジャニーさんの意思を一番尊重したかったと思うんで、まあ、そういう意味でその、まあ、ジャニーさんが気に入りだったキンプリのことも気にかけてたみたいですね。まあ、そんなこんなでそのタッキーが退所してしまったことで、まあキンプリの特に平野くんとかにとってはもういよいよ後ろ盾がいなくなっちゃうっていうわけで、事務所に居づらくなると。まあそんな流れでですね、まあそんな同じ業界でこうずっと見てきた人からすると、まあ今回のいざこざも、ああやっぱりそうなっちゃったかみたいな感覚みたいです。なので結局何がまあ問題なのかっていうと、そのまあタッキーがまあデビューさせた、まあスノーマンとかストーンズとかっていうのも、まあ今ではそれなりに売れてるようですんで、つまりそういったそのアイドルがまあずっと眠っていたわけですよね。まあそのタッキーの手腕っていうのも、まあもちろんあると思うんですけど、それよりはまあ単純に、まあただこのちょっと面倒だからとか仕事を増やしたくないぐらいのなんか感覚で、単純にやるべきことをやってなかったとか、くだらないプライドのために意地悪をしてまあ辞めさせちゃうとか、まあ結局はよくあるそのダメ2代目がなんか将来のことよりも目先のくだらないことを優先しちゃって潰しちゃうみたいな、なんかそんなこう思ってたよりもしょうもない原因みたいな感じなのかなっていう印象ですね。まあ、だからこそ、まあ逆にちょっと根深そうだなっていう感じもありますね。という感じでですね、以上今ジャニーズで何が起こっているのかという話をさせていただきました。ありがとうございました。